はい、こんにちはペース。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、今来ているイベントガチャの終了日が、まあ、明日ですね、5月17日の14時59分というところで、まあ、毎回恒例のですね、明日のイベントガチャ更新予想やっていこうかなと思いますので、まあ、ぜひですね、今から明日の更新楽しみだよと思っている方は、この動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、ワクサタと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、それでは早速ですね、明日のイベントガチャ更新予想やっていこうかなと思います。まずはじめにですね、明日の確定している情報はありませんので、まずガチャ予想からやっていこうかなと思います。まずこちらがですね、去年のこの時期のガチャスケジュールとなっておりました。去年は5月1日からゴールデンウィーク記念福袋、さらにグレードアップスカウトでセカンドの追加、でさらに TS 第1弾の狙い撃ちスカウト、で5月8日からライジングスカウト、戦力強化スカウトで野手の追加、で5月11日からドラフトスカウトで先発エース枠の追加、さらにバリュースカウト、で5月16日からシンクロスカウト、さらにグレードアップスカウトで中継ぎの追加、で最後5月19日からダウンロード記念福袋、さらに超次チームエース狙い撃ちスカウトとなっておりました。で続いてこちらがですね、直近のガチャスケジュールになっているんですが、5月2日からゴールデンウィーク福袋、さらに超次チームエース狙い撃ちスカウトで捕手の追加、でさらに TS 第1弾の狙い撃ちスカウト、で5月10日からグレードアップスカウトで抑えの追加、で5月13日から超次チームエース狙い撃ちスカウトで先発エース枠の追加、さらにシンクロスカウトとなっておりました。でこちらの2つのガチャスケジュール照らし合わせてみると分かるところなんですが、まあ、ガチャ日程としてはですね、まあ、今年も去年とほとんど似たような、まあ、ガチャスケジュール感でガチャが登場しているというところで、まあ、そういったことを踏まえた明日のガチャ予想としては、ダウンロード記念福袋プラスポジション追加があるんじゃないかなと思っております。はい、まずダウンロード記念福袋についてなんですが、まあ、昨年もですね5月19日から開催されていたというところで、まあ、今年もですね明日の更新で5400万ダウンロード記念福袋あたりの、まあ、ダウンロード突破記念の福袋が登場してくる可能性高いかなと思っております。でそのダウンロード記念福袋のガチャ形式がこのようになっておりまして、20連目が200エナジーで回せて S ラン確定で、40連目が自チーム S ラン確定というところで、まあ、40連をですね850エナジー、まあ、お得に回せて、まあ、自チーム S も獲得することができるというところで、まあ、美課金で純正の方には、まあ、おすすめのガチャにはなっているんですが、基本的には無課金の方は、まあ、今のタイミングはですねエナジーを貯めるタイミングとなっておりますので、まあ、無課金の方はですね基本的にスルー推奨のガチャになっているかなと思ってます。で続いてポジション追加のガチャが登場した場合、どこのポジションが追加されるのかというところなんですが、まあ、現状ですね2024シリーズ1ではこのですね投手6選手野手6選手のこの12選手が通常選手としてポジション追加されております。まあ、なので明日はですね、まあ、投手も野手も追加される可能性高いかと思うんですが、まあ、直近2連続で投手がですね、まあ、追加されているというところで、まあ、そういったことを踏まえた明日のポジション追加予想としては、本命がサードで対抗がライト、まあ、結構ですね明日は激アツなポジション追加が入ってくるんじゃないかなと思っております。はい、サードで言うと、まあ、村上選手、佐藤輝明選手、坂本選手で、ライトで言うと、まあ、ギータ・サンタナの、まあ、このかなりですね、まあ、目玉選手が入っているポジションというところで、まあ、明日はですね野手の目玉ポジションの追加があるんじゃないかなと思ってます。ということでガチャ予想については以上になりますので、続いてイベント予想をやっていこうかなと思います。でまずそもそも何日間開催のイベントが開催されるのかというところなんですが、まあ、直近のイベント更新見てみると、まあ、スペシャルミッションコーダの達人と、まあ、まさかのですね、まあ、つなぎイベントが、まあ、連続で、まあ、登場しているというところで、さすがに明日はですね、まあ、5日間から7日間の、まあ、本イベントが、まあ、登場してくるか、まあ、覚醒系のイベントが、まあ、登場してくるかの、まあ、2択になってきてるのかなと思っております。でまず個人的に来る可能性が高いと思っている、まあ、本イベントのですね、まあ、直近開催されていない本イベントの、まあ、イベントスケジュールがこのようになっております。3月14日からエージェントエース、2月16日からプロスピ妖怪道、1月26日からスカウティングダウン、10月22日から俺の球場飯、10月15日からドリームキャラバン、10月25日からホームランダービーライバルズ、10月16日からピースを狙えとなっておりました。で基本的にはですね、まあ、前回開催から、まあ、開催期間が空いているイベントが登場しやすくはなっているんですが、まあ、最近はですね、まあ、そういったところも少し崩してきているのかなというところもありますので、まあ、そういったことを踏まえた明日のイベント予想としては、本命がホームランダービーライバルズで、対抗で、まあ、対抗というか、まあ、願望で、まあ、ドリームキャラバンと挙げさせていただきました。はい、この2つのイベントともですね、まあ、結構開催期間が空いているので、まあ、いつ登場してもおかしくないイベントになっているというところで、まあ、個人的にはですね明日そろそろ、まあ、神イベントの
ドリームキャラバン開催してほしいなと、まあ、心から願っています。で、まあ、続いてですね、まあ、もし覚醒が明日登場した場合、どのイベントが登場してくるのかというところなんですが、まあ、こちらがですね、まあ、覚醒系のイベントのイベントスケジュールとなっております。4月18日からプロスピパーク、4月4日から対決カーニバル、で、昨年の5月11日からプロスピタワーとなっておりました。で、まあ、こちらもですね、まあ、開催期間だけ見ると、まあ、プロスピタワーがですね、まあ、約1年間開催期間が空いているというところで、まあ、覚醒だった場合はですね、そろそろさすがにプロスピタワーが登場してくるんじゃないかなと思ってます。で、続いてですね、まあ、明日覚醒系のイベントが登場した場合は、まあ、おそらくですね、覚醒助っ人外国人が、まあ、登場するかと思いますので、まあ、各球団のですね、登場対象選手紹介していこうかなと思います。まず、阪神ですね。阪神は、ハビー・ゲラ選手のみがですね、まあ、登場対象選手となっているというところで、まあ、覚醒助っ人外国人が登場した場合は、まあ、ゲラ選手がですね、登場してくるのかなと思ってます。で、ゲラ選手に関してはですね、まあ、現状も素晴らしいピッチングされているというところで、まあ、結構ですね、高い能力で登場してくる可能性っていうのも高いのかなと思ってます。で、続いて広島ですね。広島は、ハッチ選手、ハーン選手、シャイナー選手、レイノルズ選手、この4選手が登場対象選手となっております。その中でもうすでにシャイナー選手はですね、まあ、S ランクで実装されているというところで、まあ、覚醒の助っ人外国人では、まあ、登場してくる可能性は少し低いのかなというところで、まあ、個人的にはハッチ選手がですね、まあ、覚醒の助っ人外国人で登場してくる可能性高いんじゃないかなと思ってます。で、続いて DeNA ベイサーズですね。 DeNA はジャクソン選手、ケイ選手、ウィック選手、この3選手が対象選手となっております。で、この3選手の中でジャクソン選手とウィック選手はもうすでに1軍で登板されているというところで、まあ、DeNA の中だと、まあ、ジャクソン選手、ウィック選手が登場してくる可能性が高いんじゃないかなと思ってます。で、続いて巨人ですね。巨人はですね、まあ、今年、まあ、新たにですね、まあ、助っ人外国人を補強していないというところで、まあ、昨年からにはなっているんですが、まあ、メンデス選手が今年ですね、まあ、通常の S ランクで登場する可能性、まあ、低いんじゃないかなというところがあるので、まあ、メンデス選手がですね、覚醒助っ人外国人として、まあ、登場してくる可能性高いのかなと思っています。で、続いてヤクルトですね。ヤクルトはヤフーレ選手とエスパーダ選手、まあ、この2選手がですね、登場対象選手となっております。で、この2選手ともですね、まあ、現状1軍で、まあ、かなりですね、いい成績、まあ、かなり活躍されているというところで、まあ、ヤクルトはですね、この2選手どちらが登場しても、まあ、おかしくはないんじゃないかなと思っています。で、続いて中日ですね。中日はですね、まあ、ディッカーソン選手が、まあ、登場対象選手となっております。で、ディッカーソン選手はまだ1軍で1試合しか出場はしていないんですが、まあ、中日は他の対象選手がいないというところで、まあ、中日はですね、まあ、ディッカーソン選手が登場してくるのかなと思っています。で、続いてオリックスですね。オリックスはエスピノーザ選手、マチャド選手、トーマス選手、この3選手が対象選手となっております。で、まあ、中でも、まあ、エスピノーザとマチャドは、まあ、本当に素晴らしい活躍をも現状でしているというところで、まあ、この覚醒助っ人外国人で、まあ、エスピノーザ、マチャドが登場した場合は、まあ、かなりのですね、目玉枠になってくるのかなと思っています。で、続いてロッテですね。ロッテはフェルナンデス選手、コルデロ選手、ダイグストラ選手、この3選手が対象選手となっております。で、まあ、中でもダイグストラ選手はですね、まあ、先日、まあ、日本来日初勝利を挙げられたというところで、まあ、ダイグストラ選手がですね、まあ、登場してくる可能性が、まあ、結構高いんじゃないかなと思ってます。で、続いてソフトバンクですね。ソフトバンクはですね、まあ、今年、まあ、巨人から移籍してきたウォーカー選手がですね、まあ、対象選手に上がってくるのかなと思ってます。まあ、ですがウォーカー選手に関してはもうすでにですね、まあ、S ランクで登場しているというところで、まあ、違う選手がですね、まあ、登場してくる可能性もあるかとは思うんですが、このウォーカー選手がですね、登場した場合は、まあ、かなりとですね、目玉枠になってくるのかなと思ってます。で、続いて楽天ですね。楽天もですね、まあ、今年新たに新助っ人を補強していないというところで、まあ、昨年もですね、この助っ人外国人、覚醒の助っ人外国人で登場はしているんですが、まあ、フランコ選手が登場してくる可能性が高いんじゃないかなと思ってます。で、続いて西武ですね。西武はアブレイユ選手、ヤン選手、アギラー選手、コルデロ選手、この4選手が登場対象選手となっております。で、まあ、中でもアブレイユがですね、まあ、現状守護神としてめちゃくちゃ素晴らしい活躍されているというところで、まあ、もうすでにですね、まあ、S ランクでは実装されてはいるんですが、まあ、アブレイユ登場してくる可能性個人的には高いんじゃないかなと思ってます。で、 S ランク未実装で言うと、まあ、ヤン選手がですね、まあ、まだ S ランクで、まあ、登場していないというところで、まあ、そういったことを踏まえると、まあ、ヤン選手もですね、登場してくる可能性としては、まあ、あるのかなと思ってます。で、最後日本ハムですね。日本ハムはザハラ選手、マーフィー選手、バーヘーゲン選手、スティーブンソン選手、レイエス選手、この5選手が登場対象選手となっております。で、この中だと、まあ、個人的にはですね、まあ、レイエス選手とかが、まあ、登場してくる可能性高いんじゃないかなと思ってます。ということで、まあ、最後にですね、まあ、覚醒助っ人外国人登場ラインナップ予想としては、まあ、このような形にさせていただきます。
ていただきました。はい、今年はですね、まあ結構助っ人外国人で、もうすでにですね、まあ新助っ人外国人で活躍している選手が多いというところで、明日ですね、覚醒の助っ人外国人が登場した場合は、まあ結構ですね、まあ盛り上がるラインナップで開催される可能性高いんじゃないかなと思っております。で、ぜひですね、コメントなどで皆さんの更新予想だったり、まあ皆さんがですね、明日登場してほしいイベントなどを教えていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、お分かりと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。